今日も暖かくてスイーツ巡りにぴったりの気候ね。そうですね、この辺に美味しいお茶菓子のお店あるんですよ。ちょっと休憩しませんか？賛成。あれ、サナエさんにアリスさん。あ、ヨウムさん。お久しぶりね。お二人とも相変わらずべったりですね。人里に何かご用事ですか？私たち今ね、人里でスイーツ巡りをしてるのよ。ヨウムさんはどういったご用事で？私は夕食のお買い物のはずだったんだけど、お肉屋さんが閉まってて暇なんですよね。午後には開くみたいなんですけど。あ、それなら一緒にどうです？お茶でもしながら時間つぶししたらいいと思うわ。ほんと、ではお言葉に甘えて。これです。今人里で大人気の抹茶ロールケーキ。わあ、美味しそう。ゆゆこ様食べられなくて残念だな。超高級で、一つ500円もするものね。ゆゆこさんだったらお会計いくらになるんでしょうね。下手したら車買えるレベルですよ。でもまあ私たちで完売みたいですし、迫力老派さんは免れました。ほんとね、というか結構早くに来たのに完売なんて運が良かったわ。これもサナエちゃんの奇跡かしらね。そうそう、サナエさんの奇跡を起こす能力って普通にすごいなぁと思ってたんです。私なんてまだまだ半人前で、最近やっと刀を手にしたんですもん。私だって幼い頃から奇跡が起こせたわけじゃないんですよ。昔はうまく奇跡が起こせず、不幸ばかり招いてましてね。諏訪子様たちから最悪を招く能力なんて言われてたりもしたんですよ。え、すごく興味あります。奇跡が起こせるようになったきっかけとか。きっかけですか？奇跡が起こせたのはアリスさんのおかげなんですよ。アリスさん、もしや二人が大の仲良しなのもそのきっかけが理由で？そんなに知りたいですか？はい、ぜひ聞かせてください。わかりました、では少しだけ語らせていただきましょうか。7年前、私がこちらに引っ越してきて、私たちが初めて会ったあの時ね。うわーん、またアリスが鬼。お人形遊びばっかしてるから足遅いんだぜ。今日はおままごとする日って約束なのに。せ、マリサが夫で私が不倫女ね。どっちか捕まえないと駆け落ち不倫だぜ。そんなおままごとやりたくないよ。二人足早くて追いつけないし、絶対不倫されるじゃん。逃げられる方が悪いのよ。ダハハハハ。あーん、このままじゃ不倫されて明日もまた鬼にされる。はじめまして、どうして泣いてたんですか？泣いてないし。もしかして、そのお人形で遊びたかったの？どうしてわかるのよ。さっき、二人組の女の子が走っていったのを見たから。アリスが来るぜ、お人形遊びは嫌だぜ。って、アリスってあなたのことですよね。すごく素敵なお名前だったから、あなたのことだってすぐわかりました。そう、私がアリス。私、サナエって言います。今日ここに引っ越してきたの。転入生。そういえばこの前ママが。アリスちゃん、今度お山に新しいお友達が引っ越してくるそうよ。ほんとママ、私が先輩としてここのルールを教えてあげなくちゃ。仲良しになれるといいわね。うん。あなたのことだったんだ。サナエちゃんの言う通り今二人と鬼ごっこしてるの。でも私は足が遅いからずっと鬼で、二人を捕まえられたらお人形遊びできるんだけど。なら、私も混ぜてください。私が二人を捕まえて、お人形遊びを提案します。嬉しいけど、赤い服の子すごく足が速いの。寺子屋で一番だから。大丈夫です、お任せください。わかった、二人を探して提案してみよう。へへ、今日も簡単に逃げ切れたな。ま、クラスで足の速さワンツーの私らに追いつけるやつはいないってことよ。レイちゃん、マリちゃん。あ、アリスだぜ。も
もう一人いない？ねえ、この子も入れてあげてもいい？さなえちゃんって言って、今日引っ越してきた子なんだけど。いいわよ、誰も私に追いつけるわけないんだし。そうだよ、ま、頑張るんだぜ。私、さなえちゃんを信じるよ、きっとレイちゃんに追いつける。はい、その思い、しかと受け取りました。早すぎー。レイちゃん、タッチ。寺子屋最速の私が。霊夢より早いなんてすごいぜ。お名前なんだっけ？私さなえ、今日ここに引っ越してきたんです。すげえ、最速転入生さなえだ。えへへ。あ、そうだ。霊ちゃんを捕まえられたら、お人形遊びしてくれるんですよね。そういえばそうだったぜ。な、霊夢。霊夢。は。もちろん約束は守るわよ。いやー、サナエが私たちと遊ぶのにふさわしいか確かめたけど合格ね。マジか、レイムもすげー、わざと手を抜いてサナエを見極めてたんだな。そういうこと。ってことでよろしくサナエ。ほんとよかった、一緒に遊ぶお友達が増えたし。これで不倫を見ごっこもしなくて済むのね。サナエ、アリスはすぐ泣くから、何かあったら助けてやってね。それは二人がいじめてくるからだし。そうだっけか、私シーラね。もう、マリサのバカー。本当に仲良しなんですねー。だろ。まさか、白霊家出身の私の身体能力を忍ぶ奴がいるなんて。転入生サナエ、どんな能力の持ち主なのかしら。サナエもここに馴染んできたことだし、面白い話をしてやるよ。面白い話、聞きたいです。いいぜ。ここから少しだけ離れたところにな。すっげえ古そうな赤いレンガのお屋敷があるんだ。近くを通った奴がさ、女の子の叫び声と爆発音を聞いたらしいし。お化けか妖怪か、何かしらが住み着いてるのは間違いないぜ。爆発音に正体不明の声、まさにミステリーです。それ私も知ってるわ。幻想郷七不思議の一つでしょ。お、霊夢も知ってたか。まさかとは思うけど。そのお化け屋敷に行く、とか。よくわかったな。私らでお化けの正体突き止めてさ。クラスの奴らに自慢してやろうぜ。いやー残念だな。私ママに怒られるから行けないや。別にお化けが怖いとかじゃないの。本当は行きたいんだけどね。じゃ。今日の夜0時に集合しましょ。へ。アリスのママって魔界のお仕事で朝早いんでしょ。寝た頃に外出ればみんなで行けるし解決よ。本当は行きたいんだもんね、アリス。やばい、レイちゃんに怖がってるのバレてる。サナエちゃんに弱い私を見せるわけにもいかないし、こうなったら。それならママにも見つからないし、安心して探検できるわね。決まりね、私とマリサは OK、サナエも興味ありそうだし。さすが霊夢、やっぱうちらのボスは肝配れてすげえや。マリサったら、褒めても何も出ないわよ。一つだけ確認してもいい？おう、いいぜ。もしもだよ、もし本当にお化けに遭遇しちゃったらどうするの？そこは作戦参謀のマリサ様にお任せだぜ、実はな。大お化け用の最強アイテムを、コーリン兄ちゃんからもらっといたんだ。最強アイテム。おう、これポケモン図鑑って言って、幻想郷のすべての生き物が記録されるんだ。これさえあれば、たとえお化けに遭遇しようが、特徴調べてトンズラさ。すごい、かっこいい。だろ、あとはここの力で探索に励もうぜ、最悪であったら逃げればいいし。アリス、もしかして足遅いの気にしてるの？それなら足早いサナエと一緒にいればいいじゃない。手を抜いてたとはいえ私より早いし、何かあったら手引っ張ってもらいなさいよ。でも。わかりました。お化けが来ようが妖怪が来ようが、私がアリスさんを守ってみせます。ふう、ジャスティスナイトサナエに、か弱きプリンセスアリスの誕生。熱いねー。嫉妬したお化けに捕まんないように気をつけるんだぜ。
空いてる窓発見。つうわけで簡単に忍び込めたな。一発で空いてる窓当てるとか、あんた泥棒の才能あるわよ。へへ、そうかな。絶対そうよ、せっかく忍び込んだんだし、お宝の一つや二つ見つけなさいよ。霊夢隊長にそう言われたら、探すっけねえよな。アリス隊員とサナエ隊員にも、給料払わねえとだしな。あががが、あが。どうしたのよアリス、壊れたゆっくりムービーメーカーみたいな声出して。心配すんなって、アリスの分のお宝も探してやるぜ。こんな夜遅くに何かご用かしら、泥棒さん。じゃあ、お化けが喋ってますー。お、落ち着け二人とも。こっちにはポケモン図鑑があるんだ。そうよ。マリサ、やっちゃって。おう。お化けに照準を合わせて、と。カビゴン。居眠りポケモン。高さ 2.1 メートル。重さ 460.0 キログラム。1日に食べ物を400キロ食べないと気が済まない。食べ終わると眠ってしまう。誰がカビゴンですって。大魔女たる私の部屋に泥棒に入り、さらに侮辱までするとは。相手が子供であろうと許さないわ。待って、タイムタイム。今のは間違ってカビゴンの詳細を押しちゃっただけで、お姉さんの説明じゃないぜ。あら、そうなの、じゃあぜひ聞かせていただきたいものね。わかったぜ。ちょっと、次にカビゴンの説明なったらどうすんのよ。七不思議解明どころか、私ら全員消されて八不思議として語られるわよ。悪かった、これ中古品らしいから、たまに変な説明流れんだ。最悪あのお姉ちゃん図鑑に登録して、今日は一度引くか。しょうがないわ。お宝と謎解明よりも、命の方が大事ね。よし、じゃあもう一度。パチュリーノウレッジ、魔女ポケモン。高さ 1.5 メートル。重さ 58.0 キログラム。様々な属性魔法を扱える西洋の魔女。常に引きこもっているので体脂肪を気にしている。全速持ちのためまともに走ることができず、栄翔中にも息切れするので怖くない。だってよ、どうする。謎解明もお宝もなしで戦えるのは尺に触るわ。なら、やることは一つ。やーい、ケツデカおばさん、お尻ペインペイン。おばさんも霊夢みたいに小尻になれよ。あ、その体重じゃ無理か。のだが、この世界線は東方飛走剣のキャラ設定を踏襲しているため、喘息の症状はないに等しい。肉弾戦、弾幕ごっこ、何でもこなす魅力あふれる大図書館。可愛らしい子供たちなら、許してあげようと思ったけど。残念ね、みんな仲良くあの世行きなんて。大丈夫、悪魔に転生させた後奴隷として可愛がってあげるわ。二人とも何してんの、早く逃げるわよ。図鑑には登録できた、また日を改めるぜ、早く。よしサナエ、捕まれ。アリスさん。アリス。ごめん、怖くて転んじゃった。サナエちゃん、こんないじめられっ子の私なんかと仲良くしてくれてありがとう。一緒にゲームしたり、お人形で遊んだり、すごく楽しかった。そんな、こんなところでお別れなんて。アリスはもうダメだ、早く逃げないとお前も。サナエ、ちゃん。パチュリーノウレッジさん、私がお屋敷に入ろうとみんなに呼びかけたんです。全部私が計画して、3人を連れてきました。気分を害されたことは謝ります。ですので3人は見逃してください。罰は全て私が受けます。サナエ。ふぅ。なんでかしら、急に怒ってるのが馬鹿らしくなったわ。今回は主人にも言わず見逃してあげるけど、次はないわよ。私の怒りが収まった、その奇跡に感謝するのね。ほら、私もう寝るから、あなたたちもお家に帰りなさい。
すごいわよサナエ、あの状況でアリスを助け出すなんて。昼間の約束、ちゃんと守ったんだな。あったわね、そんなのも。アリスさんは私が守ってみせます、だっけ。熱いねー。もう、からかわないでくださいよ。サナエちゃん、私すごい嬉しかったよ。助けてくれて、本当にありがとう。大好きなお友達を守るのに、理由はいりませんから。聞き忘れてたんだけどさ、サナエの能力って何？私の能力は、絆の力で目覚めたこの、奇跡を起こす能力、ですかね。以上です。すみません。昔話を長々と。いいえ、私、感動しました。絆の力で能力に目覚める。なんてロマンチックなんでしょう。私も、ゆゆこ様ともっと仲良しになれば、一人前の剣士になれるでしょうか。あなたとゆゆこさんなら楽そうね。主と従者というより仲良し親子だもの。お二人とも、今日はありがとうございました。早速帰宅してゆゆこ様といろいろお話ししてみます。はい、ヨウムさんのお話も今度ゆっくり聞かせてくださいね。能力の上達、楽しみにしてるわね。はい、ではまた第2回でお会いしましょう。今日はいつもよりたくさんご飯作ってあげましょ。きっとゆゆこ様喜ぶだろうな。ゆゆこ様、コンパクヨウム、ただいま帰宅いたしました。おかえりヨウムちゃん。ゆゆこ様、この抹茶ロールって。これ、里の方で1日500食限定販売のロールケーキよ。朝のうちに大量に買い占めておいたから、ヨウムちゃんも食べなさいな。代金の方は？全部配達してもらって、だいたい100万円くらいかしら。100万円くらいかしら、じゃねえですよ。1回のおやつに100万使う人がおりますか？いませんよどこにも。だって食べたかったんだもん。今日から完食抜き、1日1膳、お腹すいたら池の水でも飲んでください。迫力牢の財政が回復するまで、我慢してください。ヨウムちゃんの意地悪。意地悪じゃないですよ。まったくあなたという方は。失礼しました。明日以降どうするかは考えます。今日はそれで我慢してください。しょうがないわねー。こんな調子でも、いつかは一人前になってみせますよ。サナエさんの奇跡、たくさんお裾分けしてもらった気がしますから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしてくれた方には、守谷のご利益があるかも。これから暑い日が続きますが、熱中症に気をつけて過ごしましょうね。